どうもありがとうございました。私は個人的にはミシェル・フーコーという哲学研究しておりますけれども、彼が晩年こだわった言葉にパレーシアというギリシャ語がございます。それは真実を語る勇気ということなんですけれども、今まさにパレーシアを行っている人間がこの場にいるという気を持って、トントさんの意見を聞いていました。つまり心地よい幻想にみんなが浸っているときに、その幻想を壊すことがどれほど大事かということだろうと思います。佐伯先生、何かご意見あればお願いします。またほとんど私は共感できるような話で、大変嬉しいんですけれども、最後におっしゃったオバマ大統領ですけれども、オバマ大統領をアメリカが担ぎ出したというのは本当におっしゃったように一つのイリュージョンなんですね。で、私はオバマが当選したときにこういうふうに思いました。これはアメリカの非常に根深い不安の表れではないかというふうに思いました。アメリカはブッシュ大統領の下で全く対外政策を失敗して、それで経済的にも完全に失敗した。で、アメリカは完全に衰退過程に入ったということをアメリカ国民はほとんど実感したんですね。で、その時にこれからアメリカの国内でおそらく恐ろしいさまざまな葛藤とか確執とかそういうものが現れてくるだろう、内面的な不安が外へ出てくるだろう、でその不安はおそらく一つは人種に向かうだろうという気がしたんです。で、それでそれに対する予防線を張る、自分自身のその人種問題に対する予防線を張るためにオバマを無理やりに大統領にしてしまったんじゃないのかなというのが私が最初に感じたことですね。で、オバマを大統領にすることによってアメリカの自由や民主主義はまだ死んでいないと、で十分に機能しているというそういう幻想を自分に確信したいためにオバマを選んだのではないのかというのが私の印象ですね。で、ですから、オバマさんが個人的に力があるかどうかは別です。個人的には有能な人かもしれません。しかしアメリカの大統領というアメリカの大統領にオバマ氏のような人がなるというのは非常に特例、まず普通には常識的には考えられないことですね。それだけアメリカ人の深層心理の不安というものが深いんではないかという気がしましたね。で、逆に言えば今度からオバマさんがノーベル賞をもらったというのは世界中がそういうアメリカ的な不安神経症に襲われてしまったということでしょうね。グローバリズムの下でオバマを英雄にしておけばある種のイリュージョンがまだ続いていくというふうな幻想をまだ世界が持ちたいということかもしれません。ただそれでですね、今のトッドさんの話はアメリカ依存からの脱却で、そのためにはその国の伝統的な価値をもう一度見直す必要があるんではないかというのは私自身がずっと常々考えていることで、これには全く賛成です。で、その時に戦後の日本というもののやはりちょっと特殊な事情を、トッドさんにも理解していただきたいといいますか、そのことについてトッドさんの意見もお聞きしたいんですが、これはちょっと抽象的に言うとですね、近代国家というのは常に2つの要求を持っているんですね。それは国民の生命や財産の安全保障です。安全という要求、それからもう一つは国家の独立という要求で、近代国家は主権国家ですから独立という意味がね、厳密にどういう意味かちょっと別にして独立国家でなければならない。で、通常ヨーロッパの近代国家は独立を達成することによって自国民の安全保障を確保してきたわけです。ですから通常の近代の主権国家というものは安全というものと独立というものをうまく重ね合わせることができるんですね。で、ところが戦後の日本はその意味では非常に特異な状況に置かれてしまっているんですね。で、戦後の日本、我々がもし安全を確保しようとすれば独立を放棄すればいいわけです。で、現に今そうしているわけですね。で、端的に言えば日本の国土はアメリカによって防衛されており、日本人の外交政策は基本的にアメリカに通じする。で、これは通常の意味では独立国家とは言えません。で、しかしそのおかげで我々は安全を確保している。で、しかしもし独立を確保しようと思えば、これはかなり厄介な話です。憲法改正から始まって日本の防衛をどういうふうにするのか、で、そういう話をやらざるを得ない。で、これは非常にシビアな話で、みんなこの話はしたくないんですね。だから現状では日本人は近代国家の持つ反面しか、我が物としていない。しかも非常に変則的な形で我が物としている。独立というものを犠牲にして安全を確保しているという、そういう変則的な状況にずっとこれで戦後60年ですかね、置かれている、60、70年近くですか、置かれていると、そういう状態に
なってるわけですね。でこの問題はやはり非常に深刻な問題ですと同時に私が気になるのは、アメリカというものを我々はどういうふうに理解すればいいか。で先ほど、フランスにおいてもそれからまあ世界全体においてだと思いますけれども一種のイデオロギー的な空白ができ、ある種の価値の喪失が起きているというふうに東蔵さんおっしゃいましたけれども、まさにアメリカで私は実はそういう価値の喪失が起きているんだろうという気がするんですね。でそれはアメリカは文化的な多様な国であるというふうに彼らは自負していて文化的多様性というものを文化的多様性を言いながら他方でアメリカをまとめている理念は自由や民主主義です。でそうしますとリベラルデモクラシーというのは文化的多様性から浮き上がってしまってそれ自身が非常に抽象的で形式的な理念になっていってしまうんですね。でリベラルデモクラシーや市場主義というものを普遍化すればするほどその内実は失われていってしまいます。実は我々は自由というふうに言ったときに自由というものは非常に形式的な価値で自由に実体的な意味を与えるものはもっと具体的な日常生活の中での行動の仕方なんですね。あるいはものの考え方です。日常生活の中でのものの考え方や行動というものはその国の価値からしか出てこないんです。文化からしか出てこないんですね。でしかしアメリカの多文化主義的な考え方というのはそういうふうな価値というものから切り離されたところで自由と民主主義をあるいは市場経済を定義している。で日本に入ってきたのもそのリベラルデモクラシーであり、市場競争の考え方なんですね。でそういうものが我々の、日本人の持っている伝統的な価値と、うまくしっくりと合っているかというと決して合ってないんです。ですから自民党はその2つをその矛盾した2つを抱えてたんですね。日本人の持っている引きずっている伝統的な価値というものを隠しながらしかし国家としては日米関係を重視しアメリカ的な文化を日本に輸入しアメリカ的な考え方で日本の、まあ、社会をマネージするというふうなことを自民党はやってきたわけです。でその矛盾がもう持たなくなってるんですね。でしかし私は政治家のことはあんまり文句は言いたくないです。で政治家はそれぞれの立場があって、自民党の政治家も当選しないとしょうがないですからねとにかく綺麗事を言わないとしょうがない。しかし問題はやはり知識人だと思いますね。で日本人の知識人でこういうことを正面から議論した知識人はほとんどいないんです。でそれは日本の社会戦後の日本の社会科学が基本的にアメリカ依存型だったんですね。でそれは政治学も経済学も社会学もあるいは国際関係についてかついての考え方も基本的にアメリカの学問を日本は輸入してきてそのアメリカの最先端の学問を紹介するというふうなことをやってきました。でフランス思想とかフランス文学というのは多賀先生みたいなちょっと得意な少数派であんまり日本ではポピュラーな方ではなかったんですね。特に社会科学にはヨーロッパ系の人は非常に少ないんです。でそれで知識人たちがその日本人の持っている伝統的な精神的価値みたいなものをほとんど見失ってしまってでそれを議論の訴状に上げることができなくなってしまった。ですから知識人の言説とそれからそのまあ我々といいますか一般の人たちが持っている感じ方考え方その間に非常に大きなギャップが開いてしまっています。で本来は知識人がそれなりに一般大衆の持っている心情を代弁してそれを言語化してそれを論理によって表現するのが知識人の仕事だというふうに私は思いますが戦後の日本の知識人はそういうことを一切してこなかった。でそこに大きな問題がありその結果として日本人はほとんど今価値のレベルで言えば精神的な空洞化に陥ってしまっているという気がしますね。でこの精神価値の空洞化というのは私の言葉で言えばと言いますか私なりに言い換えればニヒリズムというふうに言ってもいいと思うんです。でこれはニーチェが定義した非常に重要な概念で私は20世紀のあるいは21世紀の文明は急速にニヒリズム化しているというふうに思っているんですがそのニヒリズムの先端を走っているのはアメリカ でそれはアメリカの重要な価値観がリベラルデモクラシーそれから科学主義この2つだからなんですね。でリベラルデモクラシーにしろ科学主義にしろ
価値というものの意味を問わないんです。アメリカのリベラリズムの大きな特徴は、どのように生きるか、何が大事だというふうに考えるかということについては一切問わない。それは個人の趣味の領域にしてしまっている。で、そういう個人の趣味の領域にしたところで個人の権利だけを保障する。で、こういう非常に形式的な議論をリベラリズムはしている。で、そのリベラリズムの考え方がアメリカを支配してますし、それはもちろん日本にも入ってきた。で、科学も法もそうですね。これ最初にちょっと言いましたが、科学主義というのはそのことの意味を問わないんですね。で、市場競争をするというのは効率性を達成するということは言うけれども、それが望ましいことがどうなのか、それが我々の生活にとって必要なのことなのかどうかという議論はしません。科学というものは基本的に価値を排除するんです。排除するけれども同時に科学主義ということだけは、科学は絶対であるということだけは価値にしてしまうんですね。で、先ほどのリベラリズムも同じで、リベラリズムは価値を排除するけれども、リベラリズムは絶対であるという、そういう価値を、一種の疑似的な価値を打ち立てるんですね。で、こういうふうに価値について我々は議論できないというのは、現代文明の非常に大きな特徴になっていて、まあ、それがさまざまな意味で空虚をもたらしている。ですから、先ほどのグローバリズムにしろ、市場競争主義にしろ、我々はこれに対して非常に歯がゆい思いをし、何か不都合なものだと思ってるんですが、これをそのきちっとした形で批判することも非常に難しいんですね。で、こういうことが難しくなってしまうと、全ては既成事実の積み重ねだけでその世界が動いていってしまいます。で、本の中でトッドさんが本の中で新しい本だったと思うんですけれどもね、非常に印象的なことを書いておられて、まあ、政治的な空虚感に人々が満たされて、イデオロギー的な空白ができて、思想というものがなくなってしまうと、あとは出てくるのは金銭とセックスとそれから暴力であるというふうにことを書いておられて、これはまあフランスでも日本でも全く同じだなという、あるいはこれ世界を覆う文明の病である。ですから、アメリカの後退、アメリカの衰弱というのは、私の意見では世界全体がどんどんアメリカ型のニヒリズム文明に覆われていっているという非常に深刻な文明的な問題だという気がしているんです。まあ、ちょっとそれ